あ、集計さんいらっしゃい。あ、どうも。いや、なんでやねん。死ねてなんでやねん。いらっしゃいます、どうも。お疲れ様でございます。いやー、今日もね、ちょっと軽く1時間だけ、放送の方をね、したいなと思います。フィルター、すいません、ちょっと寝ちゃいましてね、寝てしまいまして、ちょっと間違えちゃって寝ちゃったんですよね。そうなんですよ。ちょっとなんか、あれ、音がさ、あれじゃないですおか。疲れだったんですね。失礼しました。ああ、かなりね、ちょっと疲れだったんですよ。一瞬で寝てしまいましたね。なんかやっぱ音がね、音拾っちゃうな、これ。煙出てる。そういう仕様にしてありますね。ちょっとノイズ拾っちゃうね。ゴーって音する？綺麗に洗ってない。綺麗に洗ってないとこんな感じになるんだ。音さ、ゴーって音する、これ。なんか音しそうだね、これ。換気扇の音が。何作るの？これからね、ガーリックペッパーオイル。一寸法手を握ったけど、今は大あ、丈夫？今は大丈夫。しない。じゃあ OK。これ、ガーリックペッパーですね。これをちょっと食べようかなと思っております。それよく買う W。買います？そう、これをちょっとね、残ってたんだけど。いやいや、それはないだろ。それはないだろ。やばい、ちょっとオイル入れすぎたかな、これ。じゃ、入れすぎたな、これ。みんなオイル入れすぎた時どうすんの？まあ、いっか、これで。ギトギトやけど。椅子かね。皿？皿入れちゃうか。じゃあ、開ければ OK。じゃあ、こんな感じで。危ねえだろ、それ。よし、バッチリや、これで。で、このお肉ちゃんを入れる。豆乳、油です。いや、ご飯ぐらいで終了ですね。ご飯で終了。というのもご飯がね、まだ炊けてないんですよね。いい音だ。皆さんお疲れ様でした。どうも、お疲れ様。明日は仕事です。お疲れ様です。明日も仕事で。仕事をしなくてはいけないですね。でも早いとこ無職にね、ならないと。それはね、配信業でちょっと難しいんですよね。配信業で行けたらいいんですけど、案の定このざまなんでね。このね、横玉でわかるでしょ。配信行為とけ。どういうことよ。ちょっと蒸しときましょう、少し。このね、このイボイボちゃんがね、うまいこと、これを蒸してくれるんですよね。イボイボちゃんが。
ットコインね、ビットフライヤーのね、あれやり、ライトニングフライヤーだったかな。あれをね、やろうとしたんだけど、なんかできなくてね。GMO コインってすごくスプレッドが広いんですよ。めちゃめちゃ。だから、ちょっとね、困ってんだよね。このめちゃめちゃね。何個くらい？ん？ね、だいたいこんな感じっすね。684くらい。604か、604。うん。ちょっと見えにくいんですけど、604ですね。604も、ちょっと。ああ、確かに広い。そう、広いのよ。で、ライトニングだと、多分ビットコインが安いんだと思うんだよね。スプレッドが。おそらく安いんですよ。だから、その、ライトニングフライヤーにしようかなと思ったんだけど、なんか今ね、やってないんですよね、なんか。それが。海外の業者でもいくない？それ海外業者の方がさ、安いの？スプレッド。スプレッド安い方がいいんですよね。私、どっちかというと、スキャ気味なんですよね、スキャ気味。ビットコインは。海外は安いのかな？安ければ海外でもいいけど、でも海外でスプレッドが広いって俺は聞くんだよね。FXGT。 FXGT っていうところが安いんだ。ちょっとそれ口座開設してみるか。ちょっと写真撮っとこう。 FXGT、ね、俺も登録しようとしてるけど途中になってた。途中になってた。その途中になってたっていうのはどういうことだい。お、いい感じだね。蒸されてるよ。こんな感じで、いい感じで出来上がっております。油ちゃんたっぷり。8888。ありがとうございます。で、早速いただいちゃいましょうか。じゃあ、いただきます。うん。うん。浮かんで。突然だけうなぎ食べたい。うん。あ、たまにうなぎね。食べたくなっちゃいますよね。俺もね、食べたくなる。うなぎ釣りとかね、昔行ったんですよ、ニコ生で。2匹ぐらい釣れましたよ、うなぎは。なんか放送中ね、うなぎは釣れねえだろうなって思いながらね、放送してたんですよ、うなぎ釣りで。そしたらね、マジで釣れたんですよね。しかも天然うなぎと、その普通の、なんか養殖うなぎって味が全く違くて、うなぎの質が違うんだよね。うなぎの質が、かなり、皮がね、分厚いっていうか、なんかもちもちしてるっていうか、天然うなぎはね、そういう感じなんだよね。もちもち系っていうのか。なんかそういう感じ。うなぎた、うなぎついてどうやってやってる？なんかさ、こう長いやつ知ってます？長いやつ。次うなぎ釣りやらなくなったね。うなぎ釣りやんなくなっちゃった。筒の、そうそうそう。うなぎ仕掛けてやれば出てくるかな。あ、これこれこれ。これどうなの？これ。この筒のやつは。これはいいの？これ。本当につな、かかんの？これ。コテカにするの？え？コテカ？コテカっていうのがよくわかんないな。うなぎ釣りはしたことないけど、それで仕掛けておくのは見たことある。あ、これ、あ、ご飯できました。なんかね、筒に入るね、なんか性質を持ってるらしいんですよね、なんか。
それのね、なんか、いろいろ、筒の中に入れると、何本か入れると、なんかね、翌朝には釣れてる、取れてるみたいな。でも、そんなさ、仕掛けに入るのかね、うなぎって。そんなに狭いのが好きなのかな。性質がよくわかんないよね。川によくいるもんなんだね、あれって。なんか場所が限定されてんのかよくわかんないけど、なんかよくさ聞くよね、そういうの。川ね、地元の川にいるみたいな。じゃあ、ご飯川でだとイワナ体くらいしか験釣らないからどうだろう。っす。イワナって食べれんの？あ、イワナか。清流食べ魚。られるよ。清流魚かな。なんかニジマスにちょっと似てる。ああ、ああ、ああ。あ、ハワイから来た。オッケー。これはね、ガーリックペッパーのお肉ですね。こんばんちゃお。ガーリックペッパー。清流釣りでさ、なんかまともな魚を釣ったことがないね。こんばんは W、サザエさん。なんで引きこもりいかんのや、梅雨終わってしまうの。いやいや、あかんやろ、そうしたら。いや、引きこもりがね、ちょっと、暑いじゃないですか。季節がね、ちょっと、暑いじゃないですか。暑いんで、暑いのはね、まあね。虫もいるしな。オフシーズンなんだよね、ほんと、キャンプは。めっちゃ暑いから、本気で。まあ、季節的に行く気がしないんですよね、暑くて。山奥なら行けるかな。高い山の方でさ、キャンプすれば。いや、思い切って南極か北極かいどっちかに行ってみる？やいやいや、いや極放出端すだればよ。人集まるよきっと。ああ、極端すぎるし、電波通るかわからんし。それの問題があるでしょ。相変わらずアットサザエさん。相変わらず？ね、極端すぎるだろ、それ。まあ、ちょっとね、雨をね、怖いからね。相変わらず、美味しそうに食べるね W、師匠は W、アッいトサやザエさん。ー、美味しいですよ、本当に。自宅飯はいいですね、自宅飯は。コロナウイルスもいないだろうし、と思うよ、ご感知。まあ、いないか。大 体さ、コロナウイルスって何度ぐらいまで耐えられるんだろうね。ちょっと調べてみましょうか。まあ、あんま関係あんのかな、寒さって。コロナウイルス。コロナウイルス良くなる環境とか、なんか一応書いてはありますね、これ。
南極は風とかもないんだろ。極地だと風もいるすいないみたいだよ。そうなの？なんで？人がいないからかな。寒すぎて。さ、マジで？え、そうなの？こたつ持って今から行くか？いやいや、間に合わないだよ、こたつって。南極は本当だ。ヨシスケさんはコツ。いらっしゃい。似てる。やったことねえか、ヨシスケさん。どういう声かも忘れてるわ。はやわらわら。南極で活動しているのは新型コロナウイルスは完全に新型コロナウイルスから完全に隔離された状態となっているため感染防止についての特別な対策は取っていないらしいですね、うん、イコール南極新型コロナウイルスっていうのは、まあ、いないと思っていいぐらいらしいですねこれまあ隔離状態みたいよ。ただでさえ南極ブラジルはまだまだなん、うん、いやでもね、ブラジルとかはブラジルはどうなんだろうね。だいぶさ、でもあれだよね、どこまで耐えられるかだね、うん、何度までなんだろう、加熱すればとさ、でも高温多湿でさ死ぬっていうのはさ書いてあったんだけど、インドもまた始まった言ってたん、うん、まあね、ちょっとそうなっちゃうよね。だって無防備になってきちゃうもんね、なんかみんな外出てきたら。でもあんま大したことないんですけどね、うん、夏なら大丈夫なん。まあ紫外線が強い、紫外線に弱いっていうのはどうやら言ってるみたいだけど、ただそれが本当かどうかね、うん、もう紫外線弱いらしいですよ。ただ多分6月は紫外線が一番強いからさ、でもコロナウイルスはさ、なくなっていくはずなのにやっぱりいるんですよね、まだ。コロナになったやつって結局夜のやらしい店に行ったやつだけやろ。いや、そういうやつじゃないと思いますよ。まあ女人もいるしな、おじいちゃんもおるしな、うん、おばあちゃんもおるやろ、うん、いやらしい店限定じゃないような気がしますよね。おじいちゃんのばあちゃんも行ったかもしれんやろ。いや、さすがにね、それはもうね、コロナ差別ですよ、それ。おじいちゃん、おばあちゃん、いやらしい店に行ってしまった。そしたら、お前、0歳はどうすんの？0歳でもなってる人おるけどな、やらしい店に一緒に行ったことになるよそれ。そういうことですよこれ。あ、そういえばさ、ちょっと話変わりますけど、今日職場でね、あのサイコパスについてね、なんか話が出たんですよ。サイコパス話があって、まあ、そのね、男の職員で、いや俺のことになっちゃったんだよね、まあ、結論的にね。なんかサイコパスってゲームあるよね。そうなの？サイコパスってゲームがあんの？買ってる人危ないじゃん、なんか
なんかそのね、ニコフェイでね。ニコ生で、ああ、あるんだ、そういうの。なんか、その、子供がさ、生まれたんですよ。その、職場の人が、職場の人がね。子供生まれて、で、その子供のね、まあ、生まれたばっかしだから、もうチャイルドシートって必要なんじゃないの？あ、いるんですかねって言われて、まあ、もう、生きてる時点でも1名として換算するから、車は乗車でね。だからまあ、いるんじゃないのかな、みたいな話してたんですよ。ねえ、そしたら、チャイルドシートの話で、まあ、俺がね、まあ、子供がね、まず、まあ、チャイルドシートって大丈夫なんですかね？みたいな感じで聞かれたから、閉めちゃってみたいな。いや、むしろチャイルドシートを閉めないと、死んじゃうよね、っていう話したの。したらね、もうね、エズミさんの言葉がもうね、完全にサイコパスですねって言われて。で、サイコパス診断？サイコパス診断をね、したんですよね。まあ、数々のなんか質問項目があってさ。もうほとんどね、俺ね、サイコパス診断の回答が、正解してるんですよ。なぜこういう風なね、考えを持っているのかっていう。まあ、ちょっと例えやりましょう。例え。じゃあちょっと一つね、皆様にサイコパス診断しましょうか。ある裕福な一軒家で、殺人事件がありました。ね、若い夫婦と二人の子供は無残な遺体となり、ダイニングで発見されました。ね、犯行後犯人は逮捕されましたが、捜査を進めると驚くことに犯人は、犯人は1日以上この家に滞在していたことが判明しました。犯人はどうしてこのような目的でこの家に滞在していたのでしょうかというね、この理由でございます。はい。ね、裕福な一軒殺人事件があって若い夫婦と2人の子供が、まあ、遺体として発見されて。で、犯行後逮捕されたんだけれども、犯人は驚くことに1日以上その家に滞在していたんですね。犯人はなぜこの1日以上この家に滞在していたのか。犯人はサイコパスってことだよね。そう、犯人はごサイコ飯をパス食でべしたた。かったから、睡眠をとりたかったか ら。睡眠を取りたかった。ああ、惜しい。惜しいな。惜しいな。もうちょっとだな。もうちょっと。もうちょっとね、ちょっと、加えて。もうちょい加えてください、ちょっと。味付けしてもらって。この時見点たで。かった DVD を24時間見てた。あ、汚惜いしい。のが好きだから許汚い好されきだなけど、い。あ、惜しい。惜しいね。惜しいよ。うん。もう一度言いますよ。もう一度言いますよ。ある裕福な一軒家殺人事件が起きて、若い夫ま婦た来た二人。人をやろうと思った。あ、惜しい。惜しいわ。若い夫婦と二人の子供ですよ。これ家族ですよ。家族。一軒家の家族。家族を殺されたんですよね。ほぼ。ほぼ。ほぼっていうか、一家族丸々殺され全まし員家族た。だった。惜しい。惜しいな。もうちょっとだな、これ。近いよ。ね、家族全員殺されて、ね、なぜか一日いました。俺、これね、速攻答えられちゃったよ、これ。その毛の主になりたかった とか。惜しい。惜しいね、それ。
正解言いましょうか、正解。正解は、その家族団らんを見て楽しむためです。以上でございます。家族団らんというね、回答ですね、これは。以上、以上。うん、以上。読んでるのに。そう、死んでるのにね。家族団らんを楽しむためですね、これは。まあ、本人が、まあ、なんかね、俺、これなんてこれ答えられたかっていうと、容器はわからん。なんでかっていうと、なんでこれ答えられた？頭いい人多いのかな？どうなんだろうね。特徴は、どういう特徴なのかな？そういえばなんか話してた記憶があるな。どういう特徴があるか。なんだっけな、特徴あんだよね。忘れちゃいましたけど。これね、これをね、答えられた理由がですね、私はちょっと若干ね、若干ですよ。ちょっとヒントになった出来事があったんですよ。やばい。すごいな。強火でいってみましょうか。同じことしたわけじゃないですよね。いや、まずそのね、俺の説明がサイコパスだよね。ちょっとその時点で違うんですよ。そういうことじゃない。そういうことじゃなくですね、魚屋とかでさ、皆さんも一度は思ったことあるんじゃないかなと思うんですけど、魚屋ってさ、お魚並んでるじゃないですか。そしたらさ、そのお魚がですね、並んでる姿を見ると、あ、なんかこのお魚、仲良さそうだなって思ったことないですか？なんか良さそうだね。特徴ですね。え、ないですか？あれちょっとなんか良さそうだな、みたいな。一緒に並んでるから、こう。これ親子なのかなとかさ。いうふうに思ったことある方、手を挙げてください。ないんだ。俺それのインスピレーションで、そんな人いるの？え？いや、なんかそんな同じような反応でしたね。サイコパス診断とかするとね、もう大抵サイコパスになるんだよ、これは。でもなんかこう、殺そうとかそういう感覚はないよ。ないけど。画面のコメルはいつもラジャイ映してるね。あれちょっとなんかおかしいです。失礼いたします。コメルはなんかさ、動かないね。なんでかね。あ、なんかそういう話があってさ、そういうね、まあ、何個か、ちょっと、答えがをね、不正解だったけど、でも、ほぼほぼ正解だったな。
でもなんで俺はその答えになるのかわかんない。他の人はね、なんか違うことを言うのよ。だって、ちょっと黒焦げにしないで大丈夫。いやいやいや、大丈夫です。これ、犯罪心理学の道に進んだら、犯罪心理学の道に進んだ方がいいのかな、これ。あれ、こんな感じでね、美味しくできております。いつも通り、焦げてません。犯罪心理学行った方がいいかな、これ。レアすぎる。うん。レアすぎる。初見です。レアじゃないの。初見さんいらっしゃい。でもサイコパス診断、ちょっとか、軽くちょっとやってみっかな。前は、検討します。前は一回ね、なんかサイコパスの診断をね、結婚するんですか？超スーパーウェルダン。やめといた方がいいですよ。いや、超スーパーウェルダン。この間ね、ちょっとやったサイコパスのやつはね、あの、プロファイルするの、うん。プロファイルするってそこまでいかないんですけどね。うん、これやったことないと思うんだよな、これ。サイコパス診断。10の質問。これね、うん。自分自身についてどう思いますか？エプチさんみたいな幸せな家庭を築きたい。うん、ああね。幸せだと思う、俺。まあ、そう思うならね、うん、そう思うなら、しちゃいなよ。楽しいよ。最高だよ。幸せ、うん、幸せだよ。特に、ちなみに、サイコパスは、冷蔵庫になんで入れてるか、ね。仮にちょっと考えてみてください。なぜ冷蔵庫にサイコパスは死体を入れてるのかという質問が仮に出たとしたら、サイコパスではどう考えると思います？まあ、これは答えはないんですけど。長く一緒にいたいから。長く一緒にいたいから。おほ、まあ、家族ですからね、家族、うん、長く一緒にいたいから。はい、いろいろね、こう、要因はあると思いますが。とりあえず、隠したとサザエさん。とりあえず隠した。とりあえず隠した。まあ、これはね、俺的には、96個目さんの正解に近いかな。長く一緒にいたいからっていうのもあるし、まあ、眺めたいからっていう感覚かな。なんか、意味合いとしては。うん、なんか、サイコパスならそう考えそう。食べるんじゃないの？いや、食べねえわ。眺めたいからのイメージがありますね、私は。ちゃんと思考が一緒とか、やめていただきたい。なんでやね。サイコパスだと思ったら、あ、思ったらですよ、思ったら。うん。俺がサイコパスなわけじゃないからね。いや、ちょっとサイコパス診断だ、ちょっとやってみましょうか。ちょっとミラーリングしましょうか、じゃあ。ミラーリングして、ちょっと俺の携帯の、やつ見てもらおうかな。じゃあ。サイコパスエツギさんは怖っと、やっと仲良しだ。エツギさんでした。いや、サイコパスじゃない。サイコパスじゃないからね。軽くちょっとサイコパスね、あれやってみましょうか、これね。ここね。自分自身についてどう思いますかって。いや、冗談じゃねえわ。自分自身についてどう思いますか？みんなからいい人だと思われている。自分は頭がいいと思う。一度決めたことは何でもできる。かなり個性的な方だと思う。あまり自分に自信がない。まあ、でもこれは、まあ、みんなからいい人だと思われているな。うん、友達はいますか？友達はいないな。
親友が欲しいな、俺。どっちかというと。親友がいないからね。まあ、昔言ってる通り。まあ、昔のリスナーさんはいつもね、いつもっていうか、聞いたことあると思いますけど、まあ、親友が欲しいですね、私は。どんな人生を送ってますか？刺激的なことが大好き、秋っぽい。福沢諭吉って親友おるやん。親友おったけどな。おったわ。たまに嫌われるけどな。刺激的なことが大好き、秋っぽい。かもなく不可もなくルールは守っている。嫌なことはあるけど私は元気です。野心はあるけど限界も感じている。まあ刺激的なことは好きですよね。なんか、秋っぽいこともあるね。うん。まあ秋っぽいね。あなた責任感ありますか？ああ、もうこれはさ、もう完全に責任感もうしかないよね、これね、うん。自分には使命がある。え、いやいやいや、本当ですよ。時々失敗するけど信頼してほしい。正直言ってあるとは言えない。いや、責任感あるよね、俺ね。だって、責任者や、みたいなことやってるから。毎回責任者になるよ。ファミリーマートでもそうでしたし、アルバイトでもね。まあ、今の職場もそうですけど。感情的に怒りっぽいですか？責任感なんて。いや、これどう思うかですよ。自分がどう思うかですよ、これは。感情的に怒りっぽいですか？感情的に怒りっぽいところはある。感情的かも。いつも周囲の心配をしている。怒りはしないが、たまにうんざりすることはある。他の人と同じように悲しんだり怒ったりしている。俺怒りっぽいのかな。怒りっぽくないよね、そんなね。そうなんだ。え、次感情ってあるの？感情はね、なんだろうね。感情あるの？感情あるわ。感情的でって、感情的。でも、だからといって、いつも周りを心配してるわけでもないし。まあ、怒りはしないが、うんざり。うんざりもないね。いや、刺さねえわ。うんざりもないし、他の人と同じように悲しんだり怒ったりしたこともないな。どっちかというと、これだと怒りっぽくなっちゃうよな、これ。だって4択だもんね。親戚には怒鳴りつけたけど。ああ、怒りっぽいな。怒りっぽいな、じゃあ。喧嘩するのは好きですか？いやー、喧嘩は好きじゃないですね。喧嘩は嫌いなので対話で解決したい。ああ、わかるな。自分に危害を加えるのは仕方なく喧嘩する。いやー、それもないな。とんでもない。私は平和主義者だ。平和主義者ではないよね。喧嘩上等、むしろワクワクする。まあ、そこまでいかないけどな。でも、これ喧嘩上等、むしろワクワクするからさ、もう。クレームつけてるのってもしかして喧嘩、売られてましたか？対話で解決しますね、どっちかというと。喧嘩というか、まあ対話だな、確かにな、今思ったら。そうだね。人をこき使うことはありますか？時々こき使って、そんなことはできない。ネタで話しつけるんだろ。ネタで話しつけるって。毎日使ってますがん、あと里中吉田さん。え、みんな助けたいはずや、当たり前のように人を使っている。もし必要ならこき使うかもしれない。嘘でしょ。そんなこと使ってますかね。そんな使ってる俺。そんなことないよね。わからない W。わからないこれね。こき使ってるっていう感覚が。リスナーを使ってる。まあ、じゃあ、時々こき使ってしましょうか。時々ね。ね、これは。罪悪感感じる。今度、薩摩見学に行ってみます。今度、薩摩見学。虫を踏むだけで気分が悪い。こんな、まあね。動物を殺す程度は罪悪感感じない。いやー、動物はちょっと罪悪感感じるね。本当に悪いと思っただけ罪悪感感じる。あー、まあ、これはあるかもな。罪悪感ってどうやったら感じる？いやいやいや、あるわ。罪悪感ってどうやったら感じるの？いやー、本当に悪いと思った時だけかな、俺はね。だから正義感が強いね、これはね。本当に悪いと思った時だけの罪悪感を感じる。これですよ、私は。
爆発を起こすのは好きですか？悪いと思ったことありますよ、それは。爆発って何だよ、爆発って。現実的ではないよ、ゲームの中では問題ない。たまに爆発を起こしてる。爆発なんで人は死ぬから絶対ダメ。まあ、確かに、まあ、YouTube の動画でもありましたけど、リチウムイオン電池をナイフで刺してみたっていうね、あれ爆発するんですけど、ああいうのはまあ、嫌いではないですね。バイオハザードとかもやってるからな、まあ、爆発は好きな方になるのかな、これね。これ、ちょっとあれだよね。あなたのコミュニケーションはどんな感じ？冗談を言うのは好きだけど、話を聞くのも好き。話すのが苦手なので聞いてることが多い。自分の魅力にみんな夢中です。自分を信じてくれた人たちが、指示を待っていま諭吉人として上下関係つけてからコミュニケーションのドラッとす。さく中吉田どさん。んだけのイメージで。どっちかというと聞いてることが多いかな。話をする。苦手ってわけじゃないけどな。ただ、この中で当てはまるって言ったら、冗談もそんな言わないしな。自分を信じてくれる人たちが指示を待っていますって意味がわかんないし。自分の魅力にみんな夢中なわけでもないからな。話すのが苦手で聞いてることが多いっていうふうになるのかな。まあ、ちょっとこれにしましょうか。さあ、どうでしょうか。これで。あなたはサイコパスのボーダーラインにいます。魅力的人を動かすのが上手なあなた。あなたにはサイコパスの傾向があるようです。ボーダーラインの特徴を活かして、時にはハメを外してみるといいかも。ということらしいですね。はい。ということで、まあ、やっぱりやっと里中吉田さん。いや、待て。待て待て。他にもある。他にもあるよ。他にもちょっと、他にもあるから、ちょっと待って。これはね、一つじゃ、なんかあんまりし、一つじゃあんまりね、わかんないよ、こんなのね。どれがあんのかな？サイコパス診断。サイコパスが答えそうな回答を避けたよね。ん？ いや、回答、じゃあ分かりまして、じゃあ、ちょっと待って。ちょっと避けたかもしれないけどね。それは、あれですよ。あ、じゃあ、これならもう避けたと言わせないよ、これ。あれ、ちょっと文字化けしちゃってる、これ。文字化けしちゃってるんだ、これ。あ、ちょっと待ってくださいね。パソコンのね、この熱量が上がっちゃってるから、ちょっとうまくできてないのかもしれない、これ。ミラーリングがうまくいってない。あ、ごめん。もう1時間経っちゃった。すいません。今日はここで終了します。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼いたしました。また、お話しましょう。お疲れ様でした。またね。おつおつ。あれ、まだある？まだある？ 終わったかと思ったんだけど。まだありましたね。20秒ほど。お疲れ様でした、皆様。今日はちょっとここでね、終了したいと思います。ちょっとサイコパス診断ね、まあ、明日やってみようかな。もうやらずにね、ちょっ放送終わったと思って喋ってみて。と。